二種類の光電管1940年代の光電管光電管は光電効果を利用して光エネルギーを電気エネルギーに変換する光検出用電子管で高真空のガラス容器中に光電陰極と陽極を設けた構造を基本とする光電陰極と陽極間に電圧を与え光電陰極に光を入射し陽極から信号電流を取り出して使用する光電面には 仕事関数の小さいアルカリ金属が用いられる。回路図記号光電管は光電効果によって動作する。入ってきた光子は光電陰極に衝突して表面から電子を放出させ陽極に衝突させる。したがって出力される電流は入射光子の周波数と強度に依存する。光電子増倍管とは異なり、増幅は行われないため回路に流れる電流は 通常、数マイクロアンペアの低い電圧である。高電管が敏感に反応する光の波長範囲は仮想度に使用される材料に依存する。セシウムとアンチモン仮想度は感度が赤色に強く紫外領域に弱くなる。酸化銀とセシウムは赤外線から赤色の光に最も敏感に反応し、基本的に青色への感度は低い。現代では、 半導体に置き換わって使われなくなっているが、真空管回路の入力装置として広く活用されていた。ありがとうございます。